ホーバル・ノルトベイトは、ノルウェーローガラン県ン、ビンダフヨールバツ出身のサッカー選手である。TSG1899 ホッフ,フェンハイムに所属している。ポジションはディフェンダー。地元のクラブでキャリアをスタートさせたノルトベイトは、FK ハウゲスンでプロデビュー。2007年6月11日、アーセナル FC 監督のアーセン・ベンゲルが、ノルウェーリーグの試合を観戦し、 ノルトベイトとの契約交渉を行ったと、ノルウェー国内で報道された。だが、一度目の交渉は、お互いの提示する金額に開きがあり決裂。7月3日にようやく200万ポンドで交渉が成立した。当時の FK ヘウゲソンのキャプテンは、ノルトベイトは、あの年代では、世界一のディフェンダーだと述べている。2007年7月14日にプレシーズンマッチで、 アーセナルデビューを果たすと、プレミアリザーブリーグの2007から08、シーズン開幕戦ではいきなりキャプテンを任された。2008年8月に、スペイン2部の UD サラマンカに、レンタル移籍。その後はアーセナルに復帰するが、2009年1月には、リールストロム SK に、レンタル移籍し、ノルウェーに復帰。2009年8月からはこのシーズンからブンデスリーガに、 昇格したニュルンベルクへ、レンタル移籍。その後、再度アーセナルに復帰するが、2010から11、シーズンのインターブレイク中に、ブンデスリーガのボルシア・メンヒエングラートバッハへ、完全移籍した。移籍後は、不動のボランチとして、チームの中軸を担っている。2016年5月16日、ウエストハムユナイテッドに移籍が決定し、 ノルトベイトは5年間の契約を結んだ。2017年6月20日、TSG1899 ホッフェンハイムと2022年までの契約を結んだ。2019年1月31日、フラム FC にシーズン終了までのレンタル移籍。UEFAU-19 欧州選手権には2年続けて出場。17歳で出場した。 UEFAU-19 欧州選手権2008には予選敗退したものの2008年10月に行われた UEFAU-19 欧州選手権2009の1次予選ではディフェンダーながら3得点を挙げる活躍を見せチームを2次予選へと導いた2011年6月7日のリトアニアとの親善試合で A 代表デビュー 2012年2月29日の北アイルランドとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。